ロッテ4、コーウコールド、サン・オリックス。28日、ゾゾマリンスタジアム。大雨の影響から40分遅れの18時40分から開始したゲーム。試合前からドタバタのあったオリックスが敗戦した。試合後、中島監督らが審判員に詰め寄るシーンがあった。写真、中島監督と水元ヘッドが大激怒。 中断27分で7回途中コールドを告げる審判。1点ビハインドの7回、攻撃が始まる前に中断。27分後にてコールドゲームが宣告された。中島監督は、後味悪すぎるやろ、と怒りをにじませ、俺ら花、30人のな、生活かかっとるんじゃ、と責任審判の式田二類類審に訴えた。40分遅れで開始したゲームが中断入り後、 27分でコールドゲームが宣告されたことに水元ヘッドは絶対おかしいよ理不尽やんこっちは40分待っとるじゃんそれぐらい整備してもええんちゃうん27分やろおかしいやんと激怒した怒りは収まらず指揮官は球場を去る際に知らんがな困難と怒りをにじませた指揮田審判員は雨をご覧になりましたかね お客さんをこれ以上ね、待たせるのも。27分でしたから、残り3分待っても違う結果になるかわからないですけど、お客さんを待たせるのはあれなんで、コールドゲームにしました、と説明した。40分の遅れはロッテ球団の判断だったといい、目安がない中、27分でのコールドゲーム宣告に至ったことには、我々の判断、とした。先発のエスピノーザは 1>, 1点リードの2回に一挙4点を失った。外佐藤、上田、高部の4連打で3点を失い、その後、小川の中儀比でもう1点を奪われた。この回以降は無失点で抑えていただけに、2回の投球が悔やまれる結果となった。打線は5月31日、中日戦以来に4番に座った森が2打席連続的時だと躍動した。 まずは初回1・1・2塁の先制機1ストライクから小島が投じた146キロ直球を左翼線に運び適時2塁打を放った早めにリードしたかったので先制点を取ることができてよかったチームは2回に逆転されたが直後の3回に森が反撃の一打だ3回2・1塁での打席なんとか次につなごうと思っていました フルカウントから左腕が投じた147キロ直球を強振。左翼フェンス直撃の敵時に塁打をマーク。この日、チームは球場への到着が約1時間遅れる事態に見舞われた。10時台のチーム便の新幹線で搭乗する際、大雨の影響から豊橋駅で約40分間の足止めを食らった。東京への到着も1時間遅れた形となり、 急遽練習時間を短縮せざるを得なかった。試合開始も遅れ、